この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たちは。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君は殺し続けることを。高機能モデルのナインエスタイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。トット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令はA2か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが。
ライン映像頼む。トゥビヨルハ計画の最終段階に移行、全データの削除を開始する。